モータースカウトモータースカウトはイギリスで開発された世界初のガソリンエンジンを搭載した走行車両である。1898年フレデリック・リチャード・シムズによって不評連隊や機兵の補助車両として開発された。四輪車の前輪上部にマキシム機関銃を搭載し、そばには先発の弾薬を置いた。操縦手は搭載された機関銃を操作して戦闘するので、 操縦手保護のために、鉄製の板が設置された。車体後方にはシムズによる1.5馬力の電磁気点化方式ガソリンエンジンが搭載されたが、このエンジンはガソリン満載で120マイルもの走行が可能であった。ただ、不正地の道での走行には向いていなかった。また、モータースカウトは重座を取り外してに座席にすることも可能であり、非武装、非走行でに座席にした。 モータースカウトが一般用として120ポンドで発売されていた。なお、エンジンの馬力と途半能力が弱かったため、ペダルによる人力操作で補っており、エンジン付きの四輪自転車といった趣きでもある。ページ113、カタログ、オートモビルクラブ賞、リッチモンド、ジューン1899ページ761、ザ・オートカル、オーガストニシック八百8 9 9 ありがとうございます。